ちらっとだけ話したやつでいくとして、あ、そうだ、あの配信の頭にさちょっとだけ話したんだけどさ、はいはい、あのナブちゃんがバケモンって話していい？ダメやばいぞ、ちょ、あのちょみんな聞いて、私も聞いたけどガチでバケモンだった。もともとね、今日のチームミミさんの枠がもともとリスさんだったのよ、あの花房リサで、リスさんがちょっと体調怪しいから、あのちょっと代打でミミタヤさん立てますっていう連絡来て、あべめいいっすよって話をしてて、まあ、一応リスさんだったのよ、もともとの枠がで、ナブちゃんにあと1誰って言われてて、僕リスさんに声かけて、で、後からナブちゃんにあと1の枠リスさんになったよって送ったらナブちゃんから草リサと船かだけどオケって返ってきて、あ、そんなんあるんだと思って、V4 船かあったんだ、ごめんって送ったらナブちゃんから、まあ全然いいよとか最後返ってきてさ、これ以上僕返しに行くと思ってほっといたの、何も触れなかったんだけど、昨日か一昨日に切り抜き回ってきて、ハル君騙したみたいな切り抜き見かけてさ、その切り抜きでこの話してて、で、ハル君にまだネタバラしてないから、多分ハル君私とリサが船からだとまだ思ってるんだよね、ガハハみたいなこと言ってバケモンすぎるやろこいつと思いながら、で、なんか リサとリサに、その時リサと話してて、シュアハルカスタムある前ってちょっと話す時間あるじゃん、配信前、その時になんかお互いあえて話さずに行くかみたいな、ハル君と会話しないみたいな、そのせいくみたいなマジでだるい。なんか私たちちょっとよくこういうなんか遊びするんだよね。もうちょい健全な遊びにしてくんないですかね。あ、二人ともじゃあここ降りて、あのあれで、オッケーです。反対回りで遊ぶ。